深刻な顔のたるみは年のせいだからってこのまま諦めていくしかないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。顔の筋トレでシェイプアップ、フェイスアップ。1回30秒からの口元集中トレーニング、フェイシャルフィットネス、パオ。顔の筋肉は絶対に鍛えた方がいいです。筋肉というもの自体は何歳でも基本的にトレーニングすれば鍛えることはできます。顔を鍛えるっていう意識っていうのはあまりなかったです。ちょっと衝撃的でした。顔の若さの鍵は筋肉にありました。東京大学との研究によるパオを活用した表情筋エクササイズの測定評価が学会発表されています。顔の筋肉だって鍛えれば引き締まり、自信に満ちた若々しい表情を取り戻すことができるんです。何歳からでも大丈夫、今からでも遅くはないんです。トレーニングはとっても簡単。パオを加え、両側のメイトを利用してバーを揺らすだけ。口周りの筋肉に効率的な負荷を加えることを目的に開発された独自のトレーニング法、それがパオ運動なんです。パオ運動は1回30秒を1日2回、つまり1日たったの1分。お好きな時にお好きな場所でたった30秒からの簡単トレーニングだから毎日楽しく続けられるんです。パオを継続使用したモニターのなんと 94% がその驚きの効果を実感しています。あ、綺麗になったねって言われたんですよ。こういうことになるとは全く想像もしてなかったので、おすすめしたい人が私の周りにたくさんいるので、あなた痩せたわね。世界一の笑顔へ、フェイシャルフィットネスパオ。パオでお顔の筋トレ習慣始めましょう。